マイアミマイアミはアメリカ合衆国フロリダ州の主要都市で州の南端に位置する。マイアミとその都市圏はビスケーン湾、エバーグレーズ、大西洋に囲まれた地域に位置している。同市はフロリダ州最大の人口を持つ軍であるマイアミデード軍の軍庁所在地、かつ最大都市。2014年アメリカのシンクタンクが公表したビジネス。 人材、文化、政治などを対象とした総合的な世界都市ランキングにおいて世界第29位の都市と評価されており、アメリカの都市では第7位である。一口にマイアミといってもその範囲は広く、またその性格も多様性に富んでいる。マイアミビーチ市は世界的に有名な観光都市、雇用都市であるが、マイアミ市は大規模なダウンタウンが展開する。 商工業都市であり、重要な港湾都市でもある。また、キューバに近いという地理的条件から、南港の市に大規模な空軍基地を抱えるなど、軍事都市としても重要である。また、南西港の市は、名門マイアミ大学を抱え、富裕層やリタヤ層の多い高級住宅地である。一方、北西港のハイアリア市は、ヒスパニック系の住民比率が全米で最もい、貧しい地域である。 マイアミ市のみの人口は36万2470人2000年国勢調査に過ぎないがマイアミデイド軍、ブロワード軍、パームビーチ軍の3軍に及ぶ南フロリダ都市圏の人口は500万7988人2000年国勢調査で全米でも6位の人口を抱える大都市圏である2012年経済司法部スは マイアミを深刻な住宅危機や国内有数の高い犯罪率、長い通勤時間などの理由により、全米で最も惨めな都市に選んだ。1896年にフロリダ東海岸鉄道の延長によって発達。古くは巨場として知られ、後に食品工業やクレープフルーツをはじめとした果物類の集産地として発展したが、今日では豊富な労働力を活用した。 IC、コンピュータ、電子部品産業が発達して、俗にシリコンコーストと,とも呼ばれる最先端工業地域を形成。また、カキ類などの園芸作物、野菜栽培も盛んで、その集産地、貿易港にもなっている。マイアミにはキューバ革命後に国外脱出したキューバ人が多く住んでおり、彼らがマイアミにもたらした変化は大きい。キューバ人以外にもマイアミは、 南米出身者の人口が多く、彼らが人口の5割近くを占めている。スペイン語は共通語で、中には英語を話せない人も多くいる。郊外には冬季の寒冷な気候を避けて、他の州から引っ越してきた年配者やユダヤ教徒などが多く住んでいる。サウスビーチのナイトクラブは世界的に有名で、セレブリティなどが近くに住んでいる。マイアミは認知している。 気候は夏は非常に暑く、雨が多い。冬でも海で泳げるほど温暖で、平均気温は摂氏18度を超え、日中の最高気温は摂氏25度を上回る。欠片の気候区分では熱帯モンスーン気候に属する。この気候に惹かれ、冬季の寒冷な気候を避けて多州から移り住む年配者も少なくない。だが、マイアミにも寒波はやってくることが、 稀にあり、その時の最低気温は氷点下になることもある。また、マイアミ一帯はハリケーンが頻繁に上陸することでも知られる。特に1992年に南高のホームステッド市にカテゴリー5のハリケーンとして上陸したハリケーンアンドリューは市を壊滅状態にまで追い込んだ。2000年現在の国勢調査でこの都市は 人口36万2470人、13万4198世帯、及び8万3336家族が暮らしている。人口密度は 3923.5km である。1606.2km の平均的な密度に14万8388件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、 白人66.62%、アフリカン・アメリカン22.31%、インディアン0.22%、アジア0.66%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種5.42%、および根結4.74%である。ここの人口の65.76%はヒスパニック、またはラテン系である。 この都市の民族的な構成は、キューバ系34.1%、アフリカン・アメリカン22.3%、ニカラグア系5.6%、ハイチ系5.0%、およびホンジュラス系3.3%である。この都市内の住民は21.7%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.8%、25歳。 以上44歳以下が30.3%、45歳以上64歳以下が22.1%、及び65歳以上が17.0%に、わたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は98.9人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は97.3人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は23,483ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は27,225ベイドルである。男性は24,090ベイドルに対して女性は2万1 1 5ベイドルの平均的な収入がある。この都市の一人あたりの収入は15,128ベイドルである。人口の28.5%及び、 家族の23.5%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の38.2%、及び65歳以上の29.3%は貧困線以下の生活を送っている。明るい南国の保養地のイメージとは裏腹に、マイアミデード郡一帯は全米でも最も犯罪発生率が高い地域の一つである。2005年のモーガンクイット農の調査では、 マイアミデイド郡は全米で5番目に危険な都市圏であると報告された。この地域の犯罪率の高さの原因としては中南米系の貧民、難民外民として大量に流入したことによる正常不安、さらには中南米産の麻薬密輸入の拠点となっていたことなどが挙げられる。マイアミ市自体もかつては全米有数の犯罪都市の一つであった。しかし、 主要な交差点に太陽マークと呼ばれる標識を設置し安全なエリアに誘導するなどといった市当局の工夫もあって案は徐々に回復2005年には前日モーガンクイット農車の調査でワースト25県外に脱出するまでになったしかしダウンタウンの北に隣接するリバティシティやリトルハイチ北西高の流行り足周辺にはヒスパニック系の貧民が多く 未だに予断を許さない状況である。マイアミはおびの二つの英語版新聞、並びにスペイン語版によってサービスされている。マイアミヘラルドはマイアミおびマイアミデード軍一体に影響を与える100万以上購読される、マイアミ第一の新聞である。しかし、ここは、ブロワード軍、モンロー群、おびナッソーに支局を開設している。に加え日韓マイアミデード版、日韓モンロー群版、 日韓なすそう版、および日韓国際版が発行されている。同社は、ォートローダーデール版のヘラルドも発行している。マイアミは、アメリカ合衆国内で12番目に最大なラジオ、放送マーケットおよび17番目のテレビジョン、放送マーケットである。マイアミ地域をサービスしているテレビジョン放送局は、WBFS、WBZL、和放、WLTV、 WPLG, WPXM, WSCV, WSVN, および WTVJ が含まれる。カレッジフットボールのボールチャンピオンシップシリーズの一つ、オレンジボールはサンライフスタジアムで行われる。同スタジアムはスーパーボールを5度開催している。マイアミ大学ハリケーンズも同スタジアムを本拠地としている。 マイアミを本拠地としていた現存しないチームとしては、マイアミフェデラルズ、フロリディアンズ、マイアミスクリーミングイーグルス、マイアミシーホークス、マイアミソル、マイアミトロス、マイアミトライブ、マイアミトロピックスなどがある。また、かつてメジャーリーグサッカーに所属していたマイアミフュージョンは、ブロワー軍近郊ので試合を行っていた。マイアミはマイアミデード軍公立学区に属する。 マイアミ国際空港はアメリカン航空のハブであり、年間利用客数3500万人に達する大規模な空港である。同空港は外国人利用客数においてはニューヨークのジョンカイケネディ国際空港、ロサンゼルス国際空港に次いでアメリカ合衆国第三の規模を誇っている。同空港は国際観光都市マイアミの玄関口としてのみならず、ヨーロッパ各国、 アメリカ合衆国と南米各国とを結ぶ中継地的役割をも果たしている。マイアミ港は全米でも重要な港の一つである。軍港、貿易港、漁港としての役割のほか、世界最大のクルーズ観光港としての役割も果たしている。また、マイアミ市北西部にあるアムトラックの駅には、ワシントン DC やニューヨークとの間を結ぶ長距離列車、 シルバースター号、シルバーメテオ号が発着する。グレーハウンドのバスターミナルは空港近くとダウンタウンの2カ所にあり、前車からはオーランドやタンパなど州内主要都市、後車からはキーウェストに通ずるバスの便がそれぞれ発着していい。南フロリダ大都市圏内のフォートローダーデールやウェストパームビーチへは、という近郊電車がマイアミ国際空港を起点として通じている。 また、マイアミ市内は、メトロレールという通勤電車が走っている。ダウンタウンには、運賃無料の環状線鉄道である、メトロムーバーも走っている。このほか、メトロバスと呼ばれる路線バスが、マイアミデード郡一帯を縦横に走っている。メトロレールメトロムーバーメトロバスはいずれも、マイアミデード郡交通局によって運営されていい。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。